はいどうも千葉です、はい。今回はイラストレーターのファイルをたくさんまとめて開く方法についての解説です。えー、例えばですね、イラストレーターファイルが19個ですかこれ。あって、これを開こうとすると、Windows の場合は右クリックなんですけれども、開くが選べません。あと、これは、えー、と15個、 マックスですね。15個では開くが選べますね。15個選んで、まで選んで開く。マックだとコマンドかな。えー、これは Windows の、A、OS は10ですね。で、これで開くと。やれば、10個ファイルは一度に開けますみたいな感じですね。で、タブになってるので、こうやって選べるんですけど、表示しきれないので、ここから選んで。 みたいな感じになるのとあまり一度にファイルを開きすぎるとイラストレーターが重くなってしまうっていうデメリットがありますただまとめてファイルを開くメリットっていうのは、まあ、PDF をですね書き出すと いうときに開いてるファイルを丸ごと全部 PDF 化できるという利点があります基本的にイラストレーターは1つのファイル開いて作業するせいぜい2つか3つぐらいですかねでもこれら全部開きたいよって場合はデスクトップとかにこうショートカット作ってここにドラッグドロップすればまとめて開けるとこれ昔のイラストレーターはできなかったバージョンが結構あったと思います一旦また閉じます まあこの方法でも開けるんだけどまあバージョン関係なしでどんなイラストレーターでもどんな OS でも開けるのはこのイラストレーター開いた状態でそこにこれをファイルを全部選んでドラッグドロップこれで開くとどんなバージョンでも確実に全部のファイルが開けると今まで過去最高で一度にうーんどれくらいかな60ファイルぐらいはまとめて開いて PDF 保存したっていう記憶があります PDF はこれで開いた状態でスクリプトドキュメント PDF として保存として、まあ、PDFOK、OK、こうすれば PDF ファイルがイラストレーターから書き出されますこんな感じで PDF ファイルも作れます じゃあちょっと次は、こうやって作る、作った PDF ファイルは、一つ一つのバラバラの独立した PDF ファイルなんですけれども、こういうのですね。これを一個の PDF ファイルにページものとしてまとめる方法をフリーソフトで行うやり方を実際に操作しながら解説しますので、そちらも合わせてご参考ください。